エールの部屋へようこそ。この番組はネットビジネス歴20年延べ1万人以上をサポートしていた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定特別番組です。はい、やってまいりました。稲川のおさんさんですね。お便り読み上げていきたいと思います。吉田さん、いつもお世話になっております。前回に続き松田聖子さんと中森明菜さんに、もう今回はハプニングについてです。聖子さんがハプニングはコンサート中に暴漢に襲われたこと、秘密の花園の曲をミニスカートで歌っている時に手を上げた瞬間、白いパンチラは今も YouTube でバズっています。中村明菜さんのハプニングは近藤さんに貢いだお金を取られてリストカット、もう一つはベスト10の歌番組1位になり、新幹線の姫路駅かグリーン車の中で曲を披露。歌の途中で停車していた新幹線が動き出し、明菜さんが望遠カメラに歌いながら笑顔で手を振る光景。まさかの事態に明菜さんが歌の途中でさよならと叫び再び歌い出した。望遠カメラで新幹線の中にいる明菜さんを新幹線から追っかける姿は見えずに曲が終了し、姿は見えない状態でごめんなさい明菜さんの言葉で番組が終了のハプニングでした。吉田さんは外で撮影中に出くわしたハプニングについてよろしくお願いしますと。これは伝説が僕もあるんですけど、タイトルが乗っ取られた、アル中のおっさんに BNR34 を乗っ取られましたっていう動画、これがね僕の中で3万本撮ってましたけど、3万本撮ってる中の奇跡の映像です。アル中のおっさんに BNR34 を乗っ取られました。もう一度言いますね。アル中のおっさんに BNR34 を乗っ取られました。こちらを見ていただくと確実にハプニングです。いや僕ね、これねマジ奇跡なんですよ。マジ奇跡的映像で、これは僕は思い出深いですね。なんかね、確かね、鹿児島な全国回ってる時だったかな、ちょうど鹿児島行くぞっていう時だったかはちょっとあれですけども、なんか外で撮影してたんですよ。そしたらなんか変なおじさんに絡まれまして、でその何言ってるか分かんないですよ。何言ってるか分かんないんですけど、そのおっちゃんがねいいキャラなんですよ。これね本当に僕3万本の中で、僕の中でベストオブ10、ベスト1ですね。マジでこんな映像僕しか撮れないと思うんですけど、いやこのおっさんキャラクター、マジなんかもうアニメに出てくるようなキャラクターで、もうすごい、もう何言ってるか本当分かんないです。いやこのおっさんいいっすよ。で、まあ、車乗せてあげて、まあ、カスタムサムネイルもおっちゃんのカスタムサムネイルなんですけど、おっちゃんいいですね、これ。これはぜひ一度ね、見ていただきたいんですけど、他にあるかな？でもこれが、まあ、あとね、あと、そうそう。これはまあ、ハプニングした時に撮ったんですけど、佐賀だったかな？佐賀。佐賀あ、ぶっ壊れた、ぶっ壊れたじゃないな、故障、あ、草津ですね。草津で BNR34 が故障した映像。草津で BNR34 が故障した映像。そしてまさかの奇跡の展開にってやつがあるんですけど、これはまあ僕、GTR 乗ってる時に、その交差点でいきなりエンジンかかんなくなったんですよ。交差点でいきなり。で、そのエンジンかかんなくなってすぐまあ動画回したんですけど、で、まあお客さんと会う予定だったんですね。でもうちょっとで会えるっていうとこまで来たんだけども、エンジンかかんなくなっちゃって、で交差点で止まって、で近くにパチ屋があったんですけど、そこを押してって、まあお客さんに来てもらって、迎えに来てもらって、すいません押してください、手伝ってもらってパチ屋に入れて、でレッカー頼んで、でその最初レッカーに頼んで、その
日産のディーラー行ったんですけど、改造車なんで、すいません、ディーラーじゃ無理ですって言われて。で、そのレッカーのお兄ちゃんの知り合いというかね、ちょっとやんちゃな、板金屋というか修理屋というか、まあ、そこに持ってって直してもらって、まあ、1ヶ月ぐらいかかったんですけど、なんかね、ヒューズが焼けてたんですよね、なんかのヒューズが。それがかかんない原因で、その原因を調べるのに1ヶ月かかって、全然直んないみたいな。で、この時に、まあ、僕撮影してたんですけど、レッカーのお兄ちゃんが、あれ？もしかしたら、アイコスの人ですか？みたいな。あ、アイコスの人というか、まあ、アイコスの動画撮ってますけど、まあ、ちょっと回ってますねっていう。当時、アイコスの動画を結構撮ってて、回ってたんで。で、それ見てくれてたみたいで、あ、見たことありますよ、みたいな感じで。マジっすか？みたいな。みたいな。だから僕が3万本撮ってる中で一般の人に声をかけられたのはこれが初めてですね。過去にも一度もないんですよ。3万本の中で街中ではないですけども、その一般の人に声をかけられたっていうことが3万本の中でこれ1個なんですよ。まあもちろんそのレッカーに頼んだで接触してたっていうのはもちろんありますけどね。道端でっていうのはもちろんないんですけど、なんかさ、一般の人にこう声かけられたのはこれが本当初めてですね。もう見ましたよ、見たことありますよと、面白いですよ、面白かったですみたいな。あ、マジですか、ありがとうございますみたいな。みたいな。そのレッカーのお兄ちゃんが僕のアイコスの動画を見てくれてたっていうね。いや、本当に僕動画本数まあまあ多いですけど、一般の人に声かけられることマジでないので、これ初めてですね。見てますみたいな、見ましたみたいな。これと、あとは、なんかこれはたまにライブ、昔ライブ、外でもライブやってたんですけど、なんか絡まれるみたいなね、兄ちゃんに。お、何これ YouTuber? 俺もみたいな。俺も出るみたいな。なんか絡まれることが何回かありましたね、兄ちゃんに。まあそんな感じかな。でも一番のバグは僕はそのアル中のおっさんにビエナルサインを乗っ取られたっていうこの奇跡。これも僕の中ではすごく好きな、もうナンバーワンなんですけど。まあ滅多にないですね。はい。なんでそれを見ていただくといいんじゃないかなと。本当に、もう何言ってるかわかんないです。本当に、おっちゃん。あとは、そんなないっすね。なんか3万本撮ってますけど。まあ基本的に最近はもう外であんま撮らなくなったっていうのもあり、昔はね、外でめっちゃ撮ってたんですけど、今外で撮るってことはあんまなくなってきているので、昔は何でもかんでも外でガンガン撮ってたんでね。まあまあ、昔はその GTR で全国もほんとぐるぐる回ってたっていうところもあって、すげえ撮ってたんですよ。で、まだ非公開映像まだあるんですけど、その、僕は10周年記念だったかな。まあ、全国車で本当ガンガン、弾丸で回ってた時に、その模様を撮った映像っていうのが公開してないです。1000本ぐらいあって、いつ公開するかっていうね。未だに公開されてないんですけど。もう1000本ぐらい撮っちゃって、多分ね、かなりあるんですよ、本数。で、これ編集きついな。当時は編集しようと思ってたんで、それ、撮ったやつ。全国の旅みたいな感じで。でも結局編集してなくて、まだ多分あると思います。どっかのハードディスクに。そう。いや、でもそれ懐かしいさ。その映像どっかにあると思うんで、見返したいな。懐かしいな。そう。僕の若彼氏頃ですね。だからもう多分9年前か、ぐらいになるかな。多分9年前か8年前ぐらいの映像になると思うんですけど。未だ未公開っていうね、編集してないので。ちょっとそれ取り出して、まあ編集してもいいかな。いや、でも編集めんどくせんだよなっていうね。ずっと流れに流れて、もう8年9年塩漬けっていうね。それ結構ね、面白い映像あると思いますよ。結構インタビューというか、なんかインタビューもしてるんですよ。お店入ったりとかして、なんかその旅番組みたいな感じで勝手になんかインタビューしてやったりとかしてたりとかしてた映像もあったような気がするんですけど。はい。まあ、すいません。そちらは公開してますので、アルチューに乗っ取られた映像は公開してるのと、あと、草津で故障した映像も一応公開してますんで、まあ、興味あれば
見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。